新商品のサンプルができたんだよ。この前言ってたよ。どう？かっこいい。そうですね。渋い渋い。結構高級感が。かっこいいし渋いし、中身は天下一品ってやつ。なんでだ？マリコは可愛いって言うよ。いいですね。それでさ、もっとさ、この街にも人呼んで、もっと盛り上げていかないとさ。そうですよね。そう思います。名物として、うちのお茶物とか、いいじゃないか、こういう形でな。やるの。ああ、どうどうも。お茶ですいません。ああ、いいです。また遅刻？何回目なの？そんなこと言われましても、仕事がありますし、そんなに私、暇じゃないんです。あれで私が暇みたいな言い方ね。何ですか？もう時間なんだし、始めましょうよ。あ、そうっすよ。今日は協賛者の方が査察に来るんですよね。あ、そうだな。時間だし、始めますか。じゃあ、7回だけ？7回。それでは、第1回、坂下町夏祭りの第7回、企画会議を始めたいと思います。本日はお忙しいとこ、皆さんお集まりいただき、ありがとう。では早速報告をお願いします。広告担当の朝倉さんから。はい。第2弾のポスターですが、前回の会議でお持ちしたポスターを印刷所に回しました。はい。次回には完成表を載せていると思います。はい。隣町の商店街さんもポスターを置いてくれることを承諾してくださいました。はい。ではうまくいっているわけですね。飲めば。はい。それではその調子で今後もよろしくお願いします。で、ケンポ、お前の方はどうなんだよ。こっちはあんま良くないっすね。え、昨日市役所に行ってきましたけど、いい顔してませんでしたよ。どこ行っても初めてだからねって。どれぐらい人が集まるのか、騒音は大丈夫なのか、ゴミの分別はどうするかなど、もう根掘り葉掘り聞かれましたよ。あ、だけど市長の方には私の方からも直接話をつけておいたぞ。その時市長は快く承諾してくださったし、その辺大丈夫だろう。いや、けどですね、そんな感じしませんでしたよ。まあ、初めてだからしょうがないですよ。初めてのことはみんな不安になるもんですから。けど、だからこそこっちで盛り上げていかないと。そうよ、あんたがそんな調子だと向こうも持ってこないでしょ。こっちのやる気を相手にも伝えなきゃ。いや、そうは言ってもよ、よしこ姉ちゃん。こっちも一人で大変なんだよ。もうやっぱ初めてのことだしさ、成功するかどうかわかんないじゃん。何、始める前から失敗すること考えてんの。あんたにはこの生まれ育った町を盛り上げたいって思いはないの？いや、それはもちろんあるけどさ。あら、もっと本気でやりなさいよ。男でしょ。何で、すごいです。あ、どうもどうも、ようこそいらっしゃいました。お待ち申し上げておりました。こないだはどうも。あれ、お知り合いですよ。この間、僕の太鼓教室に見学にいらしたんですよ。そうでしたか。あ、さあさあ、汚いところですが、こちらにお座りください。今日はお父様の代理で来られたんですよね。まあ、暇だったら親父が代わりに見てこいって。で、新しくやる祭りでしたっけ。はい。実際はどうなんですか。県会議員である俊一郎さんのお父様のお力添えのおかげで、なんとか開催する方向でできそうです。あ、この度僭越ながら、この私、坂下町内会長遠藤がですね、企画しましたる夏祭り、あ、いやー、その夏祭りと申しますよりイベントに近いものかもしれませんが、いいものにしていきたいという熱い思いがございます。で、今回の目玉といたしましては、こちらにおられまする小島さんがですね、和太鼓チーム、国大屋という和太鼓チームのリーダーでありまして、彼の指導のもと、うちの町民がですね、演奏するは。進めましょうよ。こっちは仕事をしてきてんですよ。時間取らせて悪かったね。いいよ、先に進めて。申し訳ありません。では、よしこちゃん、あ、
じゃなかった飯塚さん、はい、小中学校への呼びかけ、どんな様子ですか。先生方の協力は取り付けました。はい、数人の子供たちと話をしたら祭り面白がってる様子でしたよ。はあ、そうですか。で、小島さんの方は確か夕方、祭りに向けた和太鼓教室をその小学校の体育館で開いてるんですよね。正直良くないですね。人が集まらないんですよ。あら、やっぱり祭りのメインを飾るとなるとある程度の人数は必要なわけで、大人10人、子供30人の編成を予定してたんですけど。はい、何人集まったんですか。5人です。5人。想像以上に少なすぎて。話した感じでは感触良かったんですけど ね。子供にこそこういう祭りには参加してもらいたいんだけどな。今の子供、若いもんは何を考えてるのかわからんね。あ、実は恥ずかしながらうちの娘息子もこの祭りにはあまり乗り気じゃないんですよ。まったく何を考えてるんだか。やっぱり厳しいですよ、今のご時世。子供たちもいろいろと忙しいですし。なんでそんなやる気のないこと言うの。事実を言っただけですけど。けどやっぱりそうだよ、みんながみんな協力的ってわけじゃないしさ。俺もいろんな人と話してみたけど、ぶっちゃけた話、基本迷惑かからなければどうでもいいだよ。まあ俺もこの町内役員じゃなかったらきっとそうだったと思うしさ。あんた何、祭りしたくないわけ。いや、そうじゃないよ、そうじゃないけどさ、俺にだって仕事があるわけだし、こっちにかかりきりってわけにはいかないんだよ。まあこっちのやる気だけじゃどうしようもないこともありますからね。そうですよね、子供も塾や習い事などがありますし、私も自分の子供には和太鼓なんかより塾を優先させます。あなたなんでここにいるの。やる気がないなら出てっても構わないわよ。あら、出てっても構わないんですか。いやいや、押し切られた町内役員から解放されてよかったですわ。いい加減にして。あなた何様、塾習い事。私の子供は祭りを盛り上げるんだって楽しく和太鼓の教室に通ってるわよ。あなたのお子さんは大切なことを置き去りにしてるのね。和太鼓なんかより塾の方がよっぽど役に立つと思いますけど。勉強だけは子供の役に立つと思ってんの。そんなんでよく親が務まるわね。あら、それはこっちのセリフですよ。今の時代子供が勉強できないとどうなると思います。少しでも子供の将来を考えれば分かるはずですよ。大人になって自分の子供に貧しい思いはさせたくないでしょう。それでも子供を勉強で縛りつけるなんてかわいそうだわ。せっかくの子供時代を封印して絶対後悔するわ。おい、これでうまくまとまるのかよ。うまくいってるんじゃなかったんですか。大丈夫です、大丈夫です。さあさあ、二人ともそろそろ落ち着いてね。いつものことなんですよ。なあ。けど実際どうなんすか、周りの協力だって決してよくないじゃないですか。いや、だって事実じゃんかよ。けどもう動き出してるんだ、絶対うまくいくって。公園に貼ってあったポスター見ましたよ。なかなかいい出来だった。お子さんお元気ですか。元気だと思いますけど。空き地であなたのお子さんと話しましたよ。お母さんが作ったポスターなんだって言って寂しそうな顔で帰ってきました。お子さん、一度和太鼓の練習見に来られましたよ。参加するかって聞いたら、やりたいけどお母さんに聞いてみないと無理だって。そう言って塾に向かいました。あなたのおっしゃることは正しいと思いますよ。もうね、東大出てるし、いいとこ就職してるやつ多いですから。でも俺みたいにフラフラしてるやつもいる。結局本人次第じゃないかな。飯塚さんでしたっけ。
あなた、おさんお元気？元気ですよ。ご飯もたくさん食べますし、よく眠れてるようです。あなたのお子さんがいやいや和太鼓教室に通ってるってこと知ってましたか？え？やっぱり知らなかったか。あなたのお子さん、翔くんか、和太鼓教室に通ってました。いやいや練習してましたよ。そうでしょう。家ではそんな素振り見せないわ。本当です。辛そうに練習に通ってますけど、お母さんが悲しむかなって頑張って続けてます。僕個人としては正直やめた方がいいんじゃないかって思ってるんですけど、いかんせん本人がやりたくもないもの刺されててもうまくならないと思うけどな。だって結局は本人次第だろ。僕は祭りを成功させたいです。町内会長と同じようにこの町を盛り上げたいっていう気持ちが、強い気持ちがあります。いや、よそ者の僕が抱く気持ちは町内会長さんたちとはちょっと違うかもしれないけど、僕はこの町で店を出しました。その時多くの人に助けられました。今でも助けられてます。僕はこの町の一員になりたいと思ったんです。この町に貢献したいなって思ってるんです。その思いから和太鼓教室を開きました。和太鼓の素晴らしさをこの町のみんなにも知ってもらいたいって思ったから。じゃあ祭りの席とは関係なく続けると。ええ、たった一人でもいい、たった一人でも習いたいっていう子がいるんだったら僕は全力で教えますよ、その子のために。和太鼓教室はいつやってるんですか？今は祭りに向けて週4回やってますけど、いつもは週1回、2時間を予定してます。それくらいならまあ、祭りに向けても週2回までだったらやってあげさせてもいいかと思います。ありがとうございます。私は子供に自分を押し付けていたのかもしれません。明日警察に許可取りに行こうと思うんですけど、町会長も一緒に来てもらえますか？町会長のやる気見せた方が一番早いですよ。ああ、ちょっとみんなに任せっきりだったかもしれないな。すまんな、押し付けて。いや、分かってもらえればいいっすよ。じゃあ議題の続きをしようか。プログラムの順番についてなんだが、